じゃあ次の質問いきまーす。はい。じゃあ次こちらですね。はい、質問です。うさぎさん、いつもライブ配信楽しく拝見しています。またまた質問を送らせてください。私は新しいことを知るとあれもこれもしたくなってすぐにやってみるんですが、かけられる時間を限られているので全部を継続することはできず、中途半端になってしまいます。取捨選択をしなければならないと思うのですが、うさぎさんがこれだと 1% 選ぶときに基準は何でしょうか？また集中して取り組んでいることの他に面白そうだけど労力を割かれそうな別のことが出てきたらどうしますか？という質問をいただいてます。いやー、まあ、私もね、全部やってますよ。あれもこれもしたくなったことは全部やってみてから考える。うん。だって、全部は継続できないっていうのは当たり前で、でもやってみないとね、楽しいかどうかもわかんないんで。で、やって続けられたものだけが残っていくっていうスタイルなんですよ、逆にね。うん。だから、集中して取り組んでる他に、面白そうだけど、労力を割かれそうな別のことが出てきたら、とりあえずやる。うん。とりあえず一回やってみて、どうか見るっていうことで。で、私、このね、ちゃんとしなきゃから卒業する本にも書いたんですけど、私ね、この皆さんの目に触れてないだけで、意外と超いろんなことやってんですよ。うん。例えば、飽きっぽや行動できる才能っていう章があるんですけど、この100ページぐらいね。ここにね、私はスポーツジムなんて今までに5回入会してるけど、毎回通うのは週2回。ジム以外でも、例えば去年はインスタグラムに力を入れようと決意してプチ整形までしたのにまともに投稿できたの7回だけ。7回って。7回ってなかなかいないでしょ。で、さらにインスタがダメな YouTube だ。まずは100投稿って思ったのに、これもわずか13動画で終了。これね、2018年ぐらいのことで、で、私その後、さらに2年後に2020年にもう一回 YouTube 始めて、その時も100動画までって思ったんだけど、この時もね、20動画ぐらいで終了しちゃったんですよね。だから今年もう一回始めようと思ってね、やってますけど、うん、そう。で、その他にもちょっと手を出したらすぐだね、そう、もうめちゃめちゃたくさんあります。資金調達するな、ベンチャー企業作りたいと思ったり、スクール事業始めようっていろんな人に事業プレゼンしたり、家事育児付きマンションを作りたい、シェアハウス運営している方に何人も会いに行ってみたり、その他にも、会員制の婚活事業、韓国からブランド物などを輸入販売する物販事業、プライベートではリトリート合宿や韓国語、瞑想の習慣、自炊の習慣など、少し手を出してはすぐ断念してきました。これすべて去年1年間だけの出来事ですって書いてますから、うん。本当に、でもさ、私がまさかそんな韓国からブランド物を輸入販売しようと思ってたとか、会員制の婚活事業をしようと思ってたなんて、多分誰も知らない。うちの、講座生しか知らない、の一部しか知らない話なんだよね。うん。だから、そんぐらい私はすぐ辞めてるっていうことですよ。だから、なんだろうな。で、例えばこのライブ配信とかも、そういうふうに続けた中の一個で、これだけは、なんか楽しかったし、なんか自分としても、なんかやってて楽だったから、たまたまの続けられているっていう、いっぱいその今、10個ぐらいやった中で唯一1個だけ残ったのがこれみたいな感じのノリなんだよね。うん。そう。なので、この章の最後の文面白かった。そんな文章あったっけ？ちょっと待って。101ページね。うん。あ、普段の私は表で見せて100倍ブレています。私のブレっぷりは甘く見ないでいただきたいと思いますってこと？そうね。うん。ほんとそうよ。うん。ほんとそうだよ。うん。なんかもういろいろ、やってみて。やってみてっていう、YouTube はそのうち始めますよ。瞑想やってたよね。私、瞑想一時期めっちゃハマってたよね。うん。婚活のチャドリマジ懐かしいでしょ。はい。で、なんと今日はですね、ちょっと緊急ゲリラ、来日、緊急ゲリラ来日だったため、告知ができなかったんですけれども、スペシャルゲスト、